登山計画書とは、登山の際に提出する書類のこと。登山届、登山者カード、入山届とも言う。登山計画書は警察へ提出し、家族にも通知する。基本的には提出は任意だが、自治体によっては、登山条例によって、特定の山岳に登山する場合に登山計画書の提出を義務付け、または努力義務化している場合もある。 2017年3月、北アルプスの西穂高岳で登山届を出さないまま入山し、滑落事故にあった男性2人に対して、岐阜県は条例に基づく罰則を初めて適用している。登山計画書を提出することで、遭難や行方不明時の初動捜索が容易になり、救出が行いやすくなる。3域によっては、登山後に下山届による、 下山報告を求められる場合もある。2014年の御嶽山噴火では、登山届を出さずに入山した人が多く、行方不明者数の把握を難しくしたとの指摘がある。登山計画書や、下山届を提出しても、提出した、個々人が無事に下山したかどうかを警察が把握する、運用とはなっていない。 下山予定日に下山しなかった遭難者の検知は、警察ではなく家族の通報により行われる。従って、登山計画書は、警察だけでなく、家族にも渡しておくことが重要である。たとえ、警察に登山計画書を提出したとしても、家族に行き先を告げずに登山に行くと、一万一、遭難した時に、どの山に登ったのか、家族も警察も誰も知らないということになり、 捜索しようがなく、救出できない恐れがある。JR 東日本御嶽駅構内にある提出箱、登山を管轄する警察署への提出を基本とする。あるいは、道府県警察本部地域カーでもよい。郵送、ファックスのほか、最近はインターネットでの受付を行っている、自治体もある。その他、以下の場所でも提出を受け付けている。基本的に自由様式である。 警察などが作成したひな型がインターネットで公開されているので、それを利用することもできる。最低限以下の項目は記入した方が良い。ありがとうございます。